ヘクソカズラは、アカネカヘクソカズラ族の吊るせいた年草で、ヤブや道端など至るところに生える雑草。夏に中心部が赤鉱色の白い小花を咲かせる。葉や茎など前草を傷つけると、悪臭を放つことから、ヘクソクズの名がある。別名で、ヤイトバナ、サオトメバナとも呼ばれる。和名へ、クソカズラの由来は、葉などを潰すと強い悪臭を放つことから、 ヘクソカズラの意味で名付けられたもので、もともとは、ヘシューだったものが点火したとも言われている。カズラは、ズルで伸びる植物につけられる子である。日本最古の和歌集である、万葉集の中にも、クソクズの名で読まれている。地方により、サオトメバナ、サオトメカズラとも呼ばれ、可愛らしい花を咲かせる様子や、花を水に浮かべた姿が田植えをする。 娘のかぶる傘に似ていることにちなみ名付けられたものである。またヤイト花という別名があり、ヤイトとは、球のことを指し、花を伏せておいた姿が、球に見えることや、花の中が赤いオースが球を据えた後に見えることに、由来する。この他、うまくわずという別名もある。英語では、スカンクバイン、スティンクバインといい、中国植物名では、ケイシフジと呼ばれる。 花言葉は、人嫌い、意外性のある、である。原産は、日本の在来種で、ほぼ日本の全土、東アジアに分布する。日当たりの良い山屋ややぶ、草地、道端、公園などに自生し、街中から山地まで至るところでよく見られ、草やぶや樹木、フェンスなどに絡みついている。鶴瀬の多年草、大きさ、艶、毛の有無など、変異が多い。 葉や果実を揉むと、おならや、大便のような匂いがすると言われ、全体に傷つけると得意な悪臭があるが、傷をつけなければ悪臭はない。茎は鶴になり、太くなると木質化し、左きに多物に絡みつく。葉は、鶴瀬の茎に耐性し、形は皮新型から甲卵系で、やや細長いハート型をしており、縁は全縁。傭兵の基部には三角形の卓用がつく。 秋には葉は黄色く紅葉する。夏季は夏から秋頃で溶液から短い果樹を出して2で週3果樹を形成して、花弁、果敢が白く内面中心が紅色の花を多数咲かせる。花型はロート型で果敢は浅く5列する。花の色や形には微妙に個体差があり、花びらが広がるタイプや後方へ反り返るタイプがあったり、 赤い部分の面積にも対象がある。果実は、計6ミリメートルほどの球形で、潰すと強い周期があり、熟すと緑色から、高褐色、薄茶色になり、秋から冬にかけてよく見かける。果皮は、額が変形した偽果皮で、果実の中にある2個の核は、文化に相当する。分け火は、覆面額ボム1型で、表面は荒く、中には1個の種子が入る。 独特の悪臭成分はメチルメルカプタンで、ヘクソカズラに含まれる物質のペデロサイドが、酵素によって分解されて生成される。この悪臭成分は、食害を受ける害虫などから身を守るためのもの、すなわちアレロパシーであると考えられている。また、これら成分を持つ、ヘクソカズラは、他の生物との生存競争の上で有利に働き、生き残ることができたとも考えられている。 しかし、ガの一種である星宝弱の幼虫が、ヘクソカズラを食草とする。近年に帰化した本種の寄生者であるヘクソカズラグンバ梅が分布を広げている。寄生を受けると、葉がまだらに白くなる。また、ヘクソカズラヒゲナガーブラムシという害虫は、ヘクソカズラの悪臭成分を体内に取り込んで、外敵から身を守っている。干して、水分を飛ばした果実。 または熟した生の実を焼よ用とする。生の果実は、かなりの周期を放つのに対して、乾燥したものは不思議と匂いが消えるため、乾燥したものを使うことの方が多い。霜焼け、ひび、赤切れなどの外用民間薬として、生の果実をすりつぶした汁を皮膚につけて使われる。民間では、腎臓病、滑気に煎じた液を内服する用法が知られている。また、前奏を、 開花期に採取して、天日乾燥して調整したものは、軽止不治と称する症薬になる。下痢、横断に効果があると言われ、日量治療 5g の乾燥した前草を 600cc の水で半量になるまで煎じて、3回に分けて服用する用法が知られている。美肌化粧量として、肌に潤いを与える効果もある。 果実10から2 0ムを押しつぶしたものをエタノール 250cc で1週間ほど冷暗所に置いたものをろかし、グリセリン 200cc と水を加えて全量 1000cc とし、生の果実のままでは臭みがあるため、みかんばら人長毛などのエタノール浸出液、または香料が混ぜられる。ありがとうございます。